です。大丈夫、心配しないです。すごい格好よく撮ってるから、いつも心配してる。なんかカメラ気にしてる。あ、でも確かにもうちょっとこっち、あ、こっちの方が顔綺麗に見える。マスルちゃん、今日もね、ご無沙汰です。昨日からなんか最近よく会うですね。うん、そうね。今日私もマンスールも電車で来ましたのでね、マンスール今日銀座に来てありがとうございます。いいえ、今日私マンスールはね、今日はコリちゃんちょっと下町で会いましょうと言ったのに、私はマンスールちゃんちょっと銀座で会いましょうよと言ったから銀座で会いました。マンスールさん何持ってるの？今度コリちゃんに買った。何買ったの？ちょっとしたもの。ちょっと見せて。マジで私に？そうだよ。ありがとう。正月だし、正月というかクリスマスは近いじゃん。ちょっと見せて。クリスマスっぽくなるな。何これ？トナカイのスリッパ。おうちのボアンコはパンジとユリ喜ぶよ。なんでパンジとユリにあげちゃダメよ。あげないよ。すごいよこれ。多分暖かいから、結構暖かいと思うから。あ、そう。これはすごい。ここ足入ったらもうめっちゃ暑いじゃん。そう、多分これめっちゃ暖かいと思う。ありがとう。すごいよ。うちこれを履いてうちで歩いたらパンジとユリすごいびっくりする。多分ずっと吠えるんじゃない？怖くなるの？怖くなる。誰いると思って。歩いて怖くなる ね、ま、すごいありがたいね。私のお家が今少し下お家は太陽が当たらなくて、すごい部屋の中寒い。そうだ、こういうの助かる。そう、足と手はいつも冷たい。これはお家の中入ったらすごい暖かくなる。よかった。そう、それ考えた。そう、そう、多分めっちゃあったかいと思う。ありがとう、はい、よ。皆さん、こんにちは。今日もマスルちゃんに会いました。銀座で会って、でちょっと電車から2人降りて、同じところで待ち合わせしました。で今日はマスルと食べたいのはラーメンです。でここ の銀座線から出ると、すぐ地下鉄から歩くと、すごい美味しいラーメン屋さんがあるから、ここでマスルちゃんと今日はラーメンを食べようと思ってます。ランチはラーメンにしますから、皆さんにぜひ紹介したいので最後まで見てください。さっきマスルちゃんとてもいいプレゼントもらいましたから、嬉しくて嬉しくて。だって今までもらったことない、あの形のスリッパ。温かいし、ありがとうマスル。いつもありがとう。このお店でランチセットはこれになりますので、マスルは何する？すごい美味しそう。わかんない。その漢字読める？このラーメン屋さんの名前読める？なんとかスイカン。スイカンじゃない、中スイタンだよ。中スイタンという漢字です。中スイタン、はい、台湾の。あ、台湾の。台湾の、はい、でも私読めたじゃん。中スイは水の水でしょ。そう。中わかる、タンもわかる。中スイタン。わかりましたか？台湾のお店です。これは銀座の A4 出口、地下鉄の A4 出口のラーメン屋さんにあります。ぜひ食べてください。氷と粉合わせない方がいい。どうして？すごい色がダメ。マンスル本当厳しいね、そういうところ。大丈夫だから、私たちかっこいい、綺麗、関係ないライト。ちょっと待って、今一生懸命紹介したのに、はい、あなたはちょっとマンスル、うん、だからぜひ銀座地下鉄乗ったら、ね、A4 に出たらこのラーメン屋さんに食べに来てください。これから私マンスルとランチしますので紹介したいと思っています。マンスルさん入りましょう。はい、はい、どうぞ。じゃあどうやって頼む？これはこれはね、これ初めて、そんな頼み方あるの？初めて、本当？本当初めて。マンスルはこれで頼んだことある？うん、頼んだことあるよ。で、どうやって？ページは、電波がないからページが開かないじゃん。すっごい、これはちょっと時間かかる。何？これはなしでオーダーできないのかな？これで見て、なんか欲しいものを頼む。多分携帯ない人は頼めないんだね。ちょっとめんどくさいな。ちょっと待って、すいません。やることじゃなくてもできたよね。できる、できる、できる。何？こ
これを2つにします。2つでよろしい。これ1つとこれ1つと伊豆塩塩タンメン、はい、1つとこれ1つ。こちらのマーラパクシータンタンメンの方が辛さが1から4までお選びいただけるんです。まあそれ1から4 2で、すごい。でタピオカセットで、あドリンクはこちらからお選びいただけるんですが、はい、よろしければ。でタピオカどうやって選べるんですか。タピオカミルクティー、私さっぱり味でいい。さっぱり味ならどれかな。もしくウーロンとか好きでしたら血管のとか。紅茶の味ない。紅茶、紅茶でしたらこちらのタピオカ。じゃあお願いします。タピオカ紅茶とカフェラテのある、まあコーヒーはご用意してないですね。ないんだ。これでタピオカミルクティー。タピオカミルクティー。タピオカミルクティー。お二つもアイスでよろしかったですか。はい、アイスでいいです。かしこまりました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんか珍しいじゃない、あの私たちラーメンを食べる。ねえ、ほんとすごい久しぶりでしょ、ラーメン。そう。でもここもどう、このお店の感じ。ここもすごい美味しい。ここすごい落ち着く。で、綺麗じゃん。そう、めっちゃ綺麗。綺麗。そう。で、なんで好きなのは、この雰囲気好きなのは、あの駅から、うん、電車からすぐ出口だから、雨降っても何しても外は、寒くても雨降っても、あ、すぐできるからね。ここは地下鉄の中で食べられるから、すごく美味しい、本当に美味しい。ここは私一回は食べたから、絶対まっすぐ食べに行きたいと思った。ありがとうございます。一緒に食べよう。ありがとう、こえちゃん。お店がすごい小さいから、今昼ランチの時間ってすごい混んでるよね。よかった、この席に。カウンターからこの席に移動できてよかった。今後終わったら私と松山で付き合う。あの靴買いたい、松山。いいよ、この間見たからぜひ買いたいから、一緒に行く。行きましょう。カトカトちゃん、私タピオカ紅茶。そう、見てこれ、すっごい美味しそう。そう、すごい美味しそう。でもすごいニンニクの香りするよ。あ、ニンニク失敗した。失敗した。じゃあそれ私食べて、こりちゃん私の方食べる。いや、いいよ、もうすっごいいい香りするから食べる。しょうがない、食べます。ありがとうございます。以上でお揃いです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これもめっちゃニンニク入ってるよ。一緒。あ、マンスルもニンニク入ってる。ニンニクめちゃくちゃ入ってる。わ、これはすっごい美味しそう、うん、これミルクティー。これは普通のティー。これ紅茶。紅茶、ね、マンスル食べよう。辛いでしょ、あなたの。私の美味しそう。こっちは辛さの4から2番目。辛さの4から2番目。あ、美味しそう。いろいろ入ってる。うわー、マンスルすごい美味しそう。これ鶏肉でしょ。鶏肉。鶏肉。あとこれ大根かもよ。大根？大根。ああ、これ大根。ちょっと辛い味するね。ブロッコリーか大根。でも大根、うん、あ、大根、大根、うん、これ野菜もたっぷり入ってるね。汚れちゃう。そう、汚れるかな。食べてないから。すっごい美味しそう。最後また語っちゃうから。じゃあ、うん、美味しそう。本当に味はチキン、鶏、あれと鶏すごい美味しい。それ美味しいでしょ。美味しい、めっちゃ美味しい。これ言ったでしょ、さっきに。すごい美味しいラーメン屋さんがあるよ。食べに入って食べ、食べて。野菜たっぷりだし。そうそう、すごい美味しい。すごい美味しい。ドームのさ、もう早くラーメン食べてタピオカ飲みたいな。ラーメンとタピオカ一緒飲むと大丈夫？
後の方がいい。後の方がいいでしょ。ラーメンとタピオカ一緒に食べて飲んで、ちょっと味は違うよね。こっちの中踊らないじゃん。そう、踊らないね。ラーメンだけは今踊ってる。そう、ラーメンだけ踊ってるけど、タピオカも今入れたら踊らないよね。でもこんなタピオカもすごい。タピオカはこの下の黒いの何入ってる知ってる？この黒いのはタピオカ。だからタピオカ何？タピオカはわかんだ。何でできたんだっけ？小麦粉？小麦粉？わかんない。すいません、タピオカは何でしょうか？タピオカは 何でできてるんですか？違う、タピオカは何かな。ここタピオカ入ってるでしょ。これ何ですか。おお、タピオカって何だっけ。でしょ。私もこの間タピオカ飲んで、なんかガンみたい。だけど何ですか。ガンみたい。タピオカ透明かな。携帯助かるね。原料これ芋っぽいやつ。芋、うん、芋だって。お、芋でできてるんだ。芋っぽいやつ。車のタイヤでできてると思った。そう、車のタイヤでできてると思った。そう、車のタイヤでできてるんだ。いや、本当こんな感じ。なんか根っこみたいなのこれでできてるらしい。そうだよ、ね、隣の近所の方に日本人ですから、ちょっとタピオカ何でできてるの質問しましたので、せっかく調べてくれたから皆様に見せたいので、ぜひ見てください。ありがとう。これ芋ですか。芋、芋猫みたいな。ありがとうございます。タピオカは体にすごくいいから食べよう。まさでも食べましょう。そう、タイヤ食べろ、はい、食べタイヤじゃないし、車のタイヤみたい。車のタイヤそうだよ。まさ、冷めちゃうよ。ラーメンも全部食べよう、はい、ちょっとやっぱり汚れてもいい。あれやめたの。あ、そっか。うん、さっきは、うん、サムネイルの写真撮ったから外した。外した。でもこれ汚れたら困る。クリーニング屋代は高い。でもこれ本当美味しい。美味しいよね、うん、もやしも入ってる。もやしたっぷり入ってる。これは日本スタイルじゃないでしょ。台湾スタイルのラーメン。そう、ここ台湾。台湾でも日本のラーメンにも野菜入ってるから。そう、だから一緒でしょ。ちょっとだけ味が違うけど、うん、マンスール、うん、私急いでラーメンを食べて早くタピオカ飲みたいから、急いで食べるとすごい味分からなくなってきた。どうしようかな。ゆっくり食べていいよ。タピオカは逃げないから。いや逃げないけど、なんかこれがついてるから溶けちゃう。溶けちゃう。ああそれあるね、うん、じゃあすぐスピード速いで食べて、タピオカゆっくり飲もう。食べましょう。冷めたんじゃないの。冷めてない。冷めてないよ。大丈夫、ちょうどいい。このスープ美味しいね。すごい美味しい、本当美味しい。マンスル全部食べた、偉いね。全部食べた。美味しかったでしょ。もうすごい美味しい。辛さもちょうどいい。そう、辛さもちょうどいいし、あとこのスープ、私この間食べた、今マンスル食べてるの、私この間食べた。すごい美味しい。4から2の辛さだったけど、今度4から4の辛さにしてみます。なんで今2であまり辛くない？辛い辛い。で4したらどうする？食べられないじゃん。みたいだ。マンスルすごいダメだよ。やめた方がいい。汗がすごいかく。やめた方がいい。わかんな
今度次回来たらもう一回来たら元辛くにする。うん、マンスルはもともと辛い好きなの。うん、辛いのはそんな好きじゃん。わかるでしょ。わかるけど、なんで辛くしたいの。たまにいいんじゃない。辛くすると痩せるよ。今のお腹はなくなるよ。お腹出てないからね。これよく言うね。よく出てるし、何回も言うたら痩せなさい。ちゃんと分かった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 。口ばっかり、いつも分かった分かった。タピオカ食べよう。待って待って、タピオカの順番違うよ。待って、順番違うの。分かった。何、ちょっと待ってます。もう飲みたい。いや、いつでも。でも見て、このストローはすごい太い。このストロー、そうそう、すごい太い。タピオカ、あの、タピオカ入るように、うん、すごいよ。タピオカ吸えるように、ね、マンスル、このシーンは私から始まってほしかった。なんでずっとあなたラーメン食べてる時撮ったから、私はほとんど撮ってない。なんでタピオカもあなたから撮らなきゃいけない。ちょっとちょっとカメラ回るから、まず私から、はい。皆様にタピオカの飲み方を教えたいです。はい、タピオカの食べ方、飲み方、どっちかな。タピオカの食べ方だけど飲み方と食べ方を教えたいと思っています。はい、まずはこの太いストローが入っています。はい、この太いストローはこの中に入れて奥まで入れると、吸ったらこのストローのからタピオカ口の中に入ります。見てください、このタピオカ美味しそう。なんかここ絵描いてる。本当にこれタピオカ入ってる。入ってる、タピオカ入ってる。なんかシールが入ってるタピオカのすごい綺麗になった。見て、入れて、あ、でもこのパリは全然溶けてなかった。あ、すごいパリ。溶ける、溶ける。ちょっと飲んでみよう。うん。二つも入りました。タピオカ。このタピオカは餅みたい。餅みたい。餅。もしかしてここのライトあまり良くないでしょ。ここのライトあまり良くないね。そう、ちゃんと私食べてる、飲んでる、分かってるかな。ああ、分かる分かると思う。それ分かる。まず本当に美味しいよ、このタピオカ。待って待って、取るから。まだ飲まない。そんなに飲みたいの、急いでる。もうちょっと我慢して。飲んでない、飲んでない。この紅茶のタピオカの味は最高で、とても美味しい。我慢するか。あ、よかった。食べないと、飲まないと分かんないけど、タピオカどっちだよ、飲み物、食べ物。タピオカは食べ物と飲み物両方。どう、タピオカ口の中入った？でも全然噛んでないじゃん。そのまま噛んだ。そのまま飲み込んでないよ、噛んだちゃん。飲み込んだの、うん、噛んでないじゃん、口動いてなかったさっき。うん、噛んだ、もう噛んでる。ちょっと噛み方おかしい。飲み込んでるでしょ。絶対飲み込んでる。何、吐いたいの。美味しいよ。絶対飲み込んでる。だって私の方が美味しい。噛んだ、うん、ああ、よかったね、タピオカで。これ珍しくない？ラーメンとタピオカセット。ちょっとね、トピオカもここなんだって、台湾？台湾じゃなくて、うん、台湾ラーメンだから、はいはいはい、トピオカも台湾から来てるということ。そしたらどうだろう、分かんない、調べないと分かんない。じゃあ後で調べよう。それともコメントに皆さん分かってる方はぜひタピオカどこの飲み物どこから来てるを書いてもらっていいですか。お願いします。勉強になりますので、いつもありがとうございます。マッスル、これ飲むのは結構時間かかるよね。かかると思うよ。でしょ？うん。マッスル、見て、私の方はすごい噛むじゃん。
噛んでるね。噛んでる。私もちゃんと噛んだ。噛んでなかった。本当に噛んだ。絶対飲み込んで。まずこれはここのお店でこれ飲むだけですごい時間かかるからお持ち帰りできるのかな、聞いてみよう。お持ち帰りのグラスに入れないとダメだ。そうそう、だからお持ち帰りのグラスに入れないのかな。そしたら銀座歩いたら、これじゃあ新しいの買おう。これ持ち帰りするのはちょっともったいない。まずこれ飲めないからもったいない。新しいを買わない。すいません、はい、ちょっと聞いてみて、これはお持ち帰りできる？あ、お持ち帰りできますよ。できるでしょ？もったいないけどな、しない。じゃあ持ち帰りにします。変更にします。あ、いいですよ。ありがとう。こっちも、できてる。これもですか？これもでも。ストロー、このまま持ってっちゃっていいですか？お願いします。できたでしょ？できたね。何新しいか。あらどこじゃないのですよ。銀座で歩きながらタピオカを飲んで、そうね、松屋行こうよ。でも松屋にタピオカを持って入れないよね。さあ入る前に全部、あ、全部飲み残し、そうだけど銀座にゴミ箱ないよ。どこに捨てる？あるある、どっか見つけるから。三越の中にあるでしょ。あるかね。あると思う。すいません、さっきほどありがとう、ありがとうございました。すいません、タピオカの説明してもらってありがとうございます。またありがとうございます。すごい優しかったでしたよ、ね、そう、友達になったね。人生はタピオカの何で作ってるか私たち分からなくて、すぐ声かけたらすぐ教えてくれたから、うんね、私は日本人のそういうところは大好き。本当にすぐあの教えてくれる。嫌な顔しないよね。ちゃんと持ち帰りもらいました。ねえ、持ち帰りもらった。じゃあお支払いして銀座で歩きましょう。行きましょう。タピオカ飲みながらラーメン美味しかった。ここのラーメンはすごい美味しかった。タピオカなんですか？あ、そう、台湾に本店があって、タピオカミルクティー発祥のお店なんですよ。あ、ここは初めてタピオカとミルクティー。台湾に本店があって、それを日本に持ってきた感じ。あ、持ってきた。はい、タピオカを作られたのは台湾ではできてる。タピオカの、そうですね、タピオカの場所、どこなんだろう、どこなんだろう、ね、タピオカの出身は、タピオカの出身は、知りたい。どこなんだろう、ちょっと今、そう、多分インペリアは教えてくれる。で、ここの中は、中に。中は、このタピオカはジャガイモで作ってる。キャッサバなので、そうですね、芋の。芋の、すごい。だから体にすごくいいですよ。あ、そうですね。でもなんでラーメンとタピオカ？どうしてだけ？ラーメン食べながらタピオカ飲むと合わないじゃないですか。確かに。そうですね。なかなか食事とタピオカ一緒に。だからなんでラーメンとタピオカのかな？初めてこのお店と出会った。ラーメンとタピオカね。まあそうです。なかなかないですよ。ないですね。そう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。すごいイライラしてる。初めて初めてのマンスルちゃんはイライラしてるのは見た。色は良くない。色マンスル、お店の前で一口言わないとダメでしょ。一言、一口じゃない、一言。本当にやめたの。はい、いいの。皆さん、マンスルとまた地下鉄にいます。結構地下鉄で過ごした時間はあの長かった。そう、ご飯食べた、ね、さっきはラーメンとタピオカを食べたので、すごく美味しいお店だったから、ぜひ銀座に来たら地下鉄から降りたら A4 で口すぐ近くに私たち食べたところのお店があります。まず何か言ってください。そう、もうこれ食べてください。美味しかったか、美味しくなかったか。結構美味しかった、美味しかったね。全部食べました。お腹めっちゃいっぱいで、タピオカちゃんとお持ち帰りできたからとても嬉しかったです。今は松屋に行って私靴買いたいので、マンスールと一緒に行かないと靴選べられないから、マンスールの意見が必要あるから、いつも意見出してるアウトレット行ったりとか、いつも私は洋服着て、あ、これがいいです、これはダメです。まあ意見出しても買わないけどね。そう、自分が好きな。すごい助かる、マンスールの意見。笑う男じゃないよ、はい、買いに行こう、靴を。だから靴買いに行くから、じゃあ皆さん最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。今日は靴買うかどうかわからないけど、とりあえず見に行く。靴は買ったらぜひあの皆さんにも見せたいので、もうちょっと最後まで行ってください。これで終わりにしないね。
そう、靴買ってからにする。靴買ってから終わりにしますので、もう一つだけ待ってください。松屋に行きます。きます。するとフェンディの靴見たんですけど、マンスールはこれじゃ合わないと言ったから買わなかった。マンスール、あなたの意見ちゃんと聞くよ。前の幅はちょっと広かった、ね、そうそう、前の幅は広くてすごい部屋ですよね。すごい綺麗。もしこのブランドの靴があったら買いたい。これは日本ですごい人気もある、すごい売れてる靴屋さん、うん、あんな高いのに。これじゃ自分のなんか家やめてこの部屋で住む、住みたいね。すごい綺麗に、綺麗ね、ほんといろいろ。あ、見てこれはシンデレラじゃん。シンデレラの靴。自分わかんないねみたいな。綺麗じゃん。かわいい。かわいいね。シンデレラじゃん。わあ、すごいこれは。かわいいね。わあ、すごい綺麗。で、とてもラッコな靴。これシンデレラになった。すごい綺麗でしょ。綺麗綺麗、本当に。大きい。じゃあもう一個小さいの持ってきてくれるって。これだけどなんかすごい大きそうな靴じゃないの。大きすぎるね。でも本当綺麗だよ。綺麗これ。そう、多分コリちゃん大きく見れるのはコリちゃんの足大きいからね。失礼な、大きくないよ。見てこんな小さい足。やばい、怖い。なんでそういうところ気分悪くなるの。それ38歳、サイズ38だから。38で大きいから。37になればいい。そう、37。はい、7ハーフ。ああ、いいね。ああ、37.5 入ってみて。なんかめっちゃ楽そう。これすごい楽。そうなの、こっちの方。どう？綺麗と思う。これ汚れたらどうすればいい？捨てればいいんじゃない？もう何ハーフだった。38はどう思います？これちょうどいいんじゃない？大きく見えないし。これ買います。決めた？決めた。これ楽ちん。あ、これでお願いします。いいです。書きやすい。でもう1個の小さいサイズも入ってみる？いやいや、いらない。こっちの方が楽。書きやすさ。決めるの早いね。そっちも見た方がいいと思うよ。気に入った。なんで気に入った。そう、気に入ったのがこっち。分かった、ね、はい。ここがしっかり高いので、やっと楽な靴見つけた。はい、よかったね。そう、これ税込み13万9000円。はい、13万9000円。税込み15万2900円。はい、お願いします。あー、よかった、やっと買いました。おめでとう、選んでよかった。私の靴どこかな。靴あったっけ、靴どこ。これサンダルで来た。これスリッパで来たんじゃない。これスリッパで来たんじゃないの。ここまでブーツがあるよ。さあ、はい、ありがとうございます。あの長靴のやつね。これ長靴、長靴すごい高い。あのストッキングがいらないから、うんうん、いや本当によかった。ね、本当に綺麗。ずっと靴欲しかった。向こうのブランドの靴だけど、伊勢丹で見たけど全然合わなかった。あ、そうですか。お願いします。ありがとうございます。お願いします。マンス、はい、今日は付き合ってくれてありがとうございました。やっぱりあなたと一緒に買い物行くといいものばかりを選びます。見つかるね。本当見つかるよ。本当の話、マンスールとどっか行くと必ずいいもの見つかる。マンスールが運がいいんだからね。ありがとうございます。いい運があるから。たまには失礼なことを私にも言うから、たまにバカにしてるけど、マンスール、笑うとこじゃない。私今本当の話。だけど、すごい。本当に楽な靴で白が欲しくて、めっちゃ綺麗だったね、うん、本当足にフィットするから本当綺麗。ありがとうございます。おめでとうございます。はい、この靴選んだね。やっと楽になりました。でもちょっと待って、これ聞きたいことあるんだけど、はい、これじゃ
今日私買ったこれとこの靴とそう、その靴を使ってて。ちょっと待って、ちょっと待って、どっち履きたい？今どっちかだけになったらどうするの？だからこの今十何万するやつと、これどっちにする？まあ、マスルからもらっただからもちろんこれにするんだけど、これも必要あるだから、どっちにも諦めない。違う違う、どっちかだけだったらどうするの？まあこれにする。優しいね、こえちゃん。でしょ？そう、えらいえらい。でも本当そうだと思うけど。今靴屋さんだ、はい、助けようか、大丈夫？大丈夫。ちょっとマスルの。それで。この靴を履きたい。お好き。マスル、サイズどう？大丈夫？手。かわいい。すっごいかわいい。かわいい。ほんと今店員さんこの人たちここで何やってると思われる。すごいかわいいじゃん、マス。かわいいね、ほんと。じゃあしょうがない、コーチももう一回。もう一回行ってみる？だってしょうがない、あなたはどっち選べた方がいいと言ったから。はい、そう。それでそっちも入って、でどれにするのが並べましょう。どっち？どっち？可愛いんだけど、どっちも可愛いよ。どっちにする？それコリちゃん選ぶんじゃないの？マジでこれすっごい暖かいけど。暖かいでしょ？そう。これ本当に暖かいよ。めっちゃ暖かい。もう暑くなってた。これ本当に暖かい。部屋の中にぴったり。でもこれ外で歩くからやっぱり両方とも好き。どっちか選べない。そう、買った方がいいよ。白も、ね、もう剥がったし。かわいいじゃん。そう、かわいい、かわいい。リオもおめでとうございます。何？リオホもおめでとうございます。ありがとう。今日靴の日でした。マンスルからスリッパもらって。かわいい、マンスル。そう、多分これ入ったら犬たちずっと氷と走ってる。皆さん、今今日の動画はここで終わりにしたいと思っています。今日は美味しいラーメン食べて、すごく綺麗な靴を選んで、皆さんは最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。本当にいつもいつもありがとうございます。次の動画までに楽しみにしててください。また次の動画で会いましょう。ありがとうございます。日本大好き。